女好きのお調子者平本役 の、 あのオーディションの時だけでしたね。カメラ緊張してたの。なんか薬売りや何言ってんだお前実に華やかないでたちで皆様にご登場いただきました。それでは一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。薬入れの声をやらせていただいております神谷博史です。本日はよろしくお願いいたします。大奥に派遣されたお目付役三郎丸役梶裕貴さんお願いします。はい、三郎丸の声を担当させていただきました梶裕貴です。上映後ということで皆さんねもう今作品の世界に浸っているところかと思いますけれども、短い時間ですがいろいろ一緒に盛り上がっていければと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。三郎丸の同僚で女好きのお調子者平本役の福山潤さんお願いいたします。皆さんようこそおいでくださいました。平本役のお調子者の福山潤です。よろしくお願いします。あの女中のお二人だったりとかそれこそ薬売りさんについて監督がちょっと思ったことがありましたらお伺いしたいと思いますけど。あ、お一人ずつですか。そうですね、あのじゃあ二つに分けましょうか。薬売りさんと女中のお二人で聞いてみましょうか。はい、いやもうあのやっぱりなんていうんですかね、まず薬売りさんからいきますか。亀さん、ああ、こっち見てください。あ、なんすか、はい、今覚悟していや、ちょっと、やっぱり握手会をしようとしている。いや、はい、目を合わせて、ね、大事なことですから、はい、あでもやっぱりそのすごくその薬売りってなんかごめんなさい、めちゃくちゃ見てますねあの言語化が何ですかね、こうじゃなきゃいけないっていうのはあるんだけど、なんかそれをじゃあ言語化しようと思うと言語化がちょっと難しくて、でしかも多分一人一人の方々の中にあのここが好きっていうとかちょっとだけバラバラなんですよね。なんかあの指先が好きとか、あの下駄の音が好きとか、なんか目が好きとか、でなんか そういうのをちょっとこうまるっとこう神谷さんボーンと乗せられて、じゃあ俺どうしたらいいんだろうっていうのは絶対あったはずで、でもそういう雰囲気が全くなくて、あのオーディションの時だけでしたね。カメラ緊張してたの。なんかそう、まあでも常に緊張はしていますけれども、オーディションの時はやっぱり一番緊張しましたね。そうですね、はい、なんかあの本当にあの薬売りのなんか設定のお話を最初した時にカメラさんがこうのけぞるようにおーって言ったのを僕今でも覚えてて、あー、はい、あーなるほど分かったって言ってて、お分かったんだと思ってあのお打ち合わせ OK だと思ったのを覚えてます。はい、はい、監督の例えが素晴らしかったんですよね、はい、僕に刺さるあの例えだったんで。あ、仮面ライダー、はい、はいはいはい、仮面ライダー、僕にも刺さるんですけどね、あのなるほどって言って、はい、分かりました。それはやっぱりクリエイティブの秘密に属するから神谷さんの口からは言えないことですか。何がですか。あの今その監督がどういうことをおっしゃったかというのは。あ、いやだからその、テレビシリーズの薬売りが仮面ライダー1号だとしたら、今回の薬売りは仮面ライダー2号ですって言われて、ああなるほど分かりましたっていう。そう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 、なるほど。見た目は一緒だけれども、あ、見た目も一緒だし雰囲気は似てるけれども、まあ、あの中身が違うというか。そうですね、はい、技と力が違うよみたいな、はいはい、だそのうち技と力の V3 が出てくるんじゃないかみたいな。そう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 、はいはいはい、薬売りや何言ってんだお前何言ってんだお前本当にごめんなさい、すいませんでした、ちょっとちゃんと管理してごめん、あのきつく言っときますんで、本当にお願いします。もうあのお二人はもうあれで出来上がってるのすごく良かったんで、はい